妄想営業部の部長、どの世界線でも結局社畜でおなじみ、どうも吉崎さのりです。新次君も無事に出社したみたいだね。はい。まず妄想とは何か。それは人間にのみ許された無駄な想像力。今や AI が全ての仕事をやってしまう時代、人間に残されたフィールドは妄想だけと言っても過言ではない。いや、過言かもしれない。え、どっちですか？まあ、つまりは我が妄想営業部はお客様に上質な妄想をお届けするのが仕事だ。いや、遊びと言ってもいい。どっちなんですか？だからどっちでもいい。いや、何でもいいんだ。わかんない、なんだここ要するにね、僕らはお客様に夢を売るんだよ。便利さや機能性だけを追求したらそれは機械と同じだろ。人間には遊びが必要なんだ。それもとびっきり無駄な遊びがね。それが妄想。 AI にも想像できない、合理性も機能性もまるでない、頭の中で繰り広げられるパラレルワールド。そこでは私たちは何にでもなれるし、どんなことだってできる。可能性は無限で、そして終わりがない。そう、それが妄想営業部。では新人も来たことだし、いつものあれをやってみよう。まずは君たちの妄想力をチェックする。こんな状況になったら何と言うというセリフをその場で考えてもらう。状況はこの4つ。どうだ、上から下に向かってどんどん具体性が増していっている。この4つのシチュエーションに対してそれぞれの妄想力を発揮してもらいたい。どのシチュエーションになるかは会場に投票で選んでもらうことになっている。まずは伊藤君。はい。では会場のお客様、ペンライトもしくはアプリのライトを点灯してください。どうぞ。すごい、青がちょっと多いかな。さあ伊藤君は何と言うんでしょうか。やってもらいましょう。なんてこった、閉じ込められてしまったようだね。しょうがない、まずは呼吸を落ち着けよう。そう、吸って吐いて、吸って吐いて、そう、どう、落ち着いてきた？まだか。そりゃそうだよね。じゃあこういうのはどうだろう。ハグをし合えばお互いの心音が聞こえて少し心が落ち着くんじゃないかな。ハードルが高い。わかった、じゃあまずは手からつないでみないか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは続いては西山くんに会うシチュエーションはどれがいいか。では西山くん、前に進んでください。同じお題を選んでいただいても構いませんが、他のお題を選んでいただいても大丈夫です。それでは会場の皆さんに決めていただきましょう。どうぞ。青減りましたね。綺麗に3分の1の感じがしますね、これね。確かに。あの、これすみません、あの、部長権限ということでよろしいですか？あ、はい、はい。弟の西山幸太郎、どうなんだろう。緑で、はい。どうぞ。お客様、こちらの、あの、美顔器なんですけれども、とっても、あの、もう、使い勝手がすごく良くて、こちら、美顔器とっても良くてですね、ほら、これお姉ちゃんの、あ、お姉、ね、今だけお姉ちゃんになってくれますか？お姉ちゃんにはずっと綺麗でいてほしいから、僕が家でずっとコロコロしてあげるね。はい、ありがとうございました。あれから、あの、西山くんには幼児対抗する呪いがかかってる。あの、途中から悲鳴のような、もうなんかやめてくれというような悲鳴が聞こえてきたんですが、じゃあ先輩2人に続いては、小林くんに一体どんなシチュエーションが合うのか、この4つから選んでいただきたいと思います。では前にお進みください。ではどうぞ。お、黄色は圧倒的に多い。仕事に疲れた同僚 OL を慰めていただきたいと思います。そっか、今日のプレゼン、俺はすごくいいと思ったよ。だけど、納得いかないのもわかる。君はすごく自分に自信がないから、僕にやってあげられることは君に自信をあげることだ。
僕だけは君のことをちゃんと見てる。だから頑張れ。いやでもそうですよね、考えてみたら今までの2人がなぜかちょっと笑いをこう狙いに行きましたけれども、笑い別に必要なかったんですよね、この頃はね。小林君に思い出させていただいたという。そうです。では堀江君どうぞ前にお進みください。来たくないよ、はい、確実にスーツ着なそうな人がスーツ着てる状態ですからね。この状態どうぞ。はい、赤赤赤赤、堀江君が遅刻しそうというイメージ。いやいやいや、時間厳守です。実際のところはそうだと思いますが、では堀江俊君どうぞ。あ、すいませんでした、本当。弁明させてください。いいですか、弁明いい、いいですか。本当はもっと早く来ようと思ったんですけど、お姉ちゃん、あ、間違えた。お姉ちゃんじゃない、お母さん、あ、間違えた。あなたのことを考えてたら遅くなっちゃった。だから許して。え、ダメ。じゃあちゃんと分かりました、謝ります、すいませんでした。